名鉄三千五百五十系電車。名鉄三千五百五十系電車。名鉄三千五百五十系電車は、名古屋鉄道、名鉄が1 9 4四年、昭和十九年から九百四十七年、昭和二十二年にかけて導入した電車である。名鉄の直流線五百ボルト電化路線において、運用された吊り掛け駆動車各形式のうち、間接自動診断制御機を搭載する。 AL 車に属する太平洋戦争の激化に伴う戦時体制下にて輸送力増強目的で導入されたため当初より3扉構造のロングシート使用者として設計されまた導入当時の資材不足を反映して制御電動車も3550または未装の状態で落成し後年正式に制御電動車となった戦後は三扉構造という特性から 朝夕の通勤通学時間帯においては、主力車両として運用され、1988年、昭和63年まで運用された。以下、本校においては3550系電車を本系列と記述し、また、編成単位の説明に際しては、制御電動車も3550系の車両番号を持って編成故障とする。例。 もう百五十一区二千五百五十一の二両で、蘇生された編成でれば三千五百五十一編成。救命機鉄道に由来する河川電圧六百ボルト規格の西部線向けに計画された優等列車用車両のもう3500系区二千五百型を設計の基本として、太平洋戦争の激化による戦時体制化という設計当時の情勢を反映。 3. 扉ロングシート構造に設計変更した制御。電動車も3550系10両及び制御車、9550系11両の製造が計画された。もっとも、もう3500系、9500型もまた輸送量増大への対応に迫られた結果3扉グシート構造に設計変更されて落成したことから、 両形式間の実質的な異は存在しなかった。本系列中、も3550系3551から3555の5両が最も早く落成したとされるが、戦時体制以降に伴う民間向けの物資不足の影響から伝送品を調達できず、名鉄側へ引き渡されることなく、製造を担当した非車両製造本店の 工場構内にて、ながら繰り打ちされた。ついでく2550系2551から2561、合戦944年、昭和19年6月に、同じく日本車両製造本店にて落成したが、先行して落成したも3551対も3555と比較すると、各部の工作が簡易化された、戦時設計が取り入れられ、 より戦時色の濃い仕様となった。同時期には区2550系の戦時設計を、踏襲したも3556体も3560の製造が開始されたもの。こちらは、工程中途で製造が中断され、工場構内にて戦後まで放置されていた。結局、も3550系重量の名鉄石への入石は、終戦後の1947年。 昭和22年9月にずれ込むこととなり、全車とも伝送品を搭載しない制御者、代用者として進行した。また、も3551体も3555については、書類上の落成年月である1947年、昭和22年9月より、以前の1946年、昭和21年5月時点ですでに名側へ引き渡され、 未認可状態で運用されていたことが記録されている。車体長 17,600mm、車体幅 2,700mm の半、構成構え体を備える。窓の上下には補強体、ウィンドウシルヘッダーが露出し、775mm 幅のガー窓、窓間柱幅 90mm1,080mm 幅の片開け客用扉など各部寸法を含め、 主要設計は3、扉ロングシート構造に設計変更された後のも3500型と全く同一である。両運転台構造のも3550型はも3500系の設計をそのまま踏襲したほか、変運転台構造の区2550型についても、豊橋があの妻面を客室化したのみでその他はも3500系の設計を踏襲しており、 非運転台側のつまめに便所及び洗面所設備を備えるため専用設計を採用した区2500型とは異なる。ただし、後期に落成したも3556体も3560及び区2550軽前車については、客用扉が構成から木製となり、窓の上グーブが曲線形状から直角形状に改められ、 前照灯の取付方式が埋め込み式からステーを介した取付式に変更されるなど全体的に工作が簡易化されている。つま形状は緩い円弧を描く丸つま形状で両運転台構造の千3550系、変運転台構造の千2550型とも同一であり、また前後つまともに中央部へ貫通扉を配した。 前照灯は白熱灯式で、前述の通りも3550系3551から3555が屋根部に埋め込まれたケースを介して設置した埋め込み式であるのに対し、それ以外の車両はステーを介して設置した取り付け式で、ある点が否。側面窓配置はもう3550またが、D2D4D4D2D、D、乗務員扉、D、客用扉、 各数値は、側窓の枚数、区2550型が D2D4D4D3 で、客用扉の下部には内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部が車体裾部まで引き下げられている。屋根上にはも3550系、区2550系とも、パンタグラフ台座及び歩み板、乱暴ドを装備したが、 使用機械のなかった区2550系のパンタグラフ台座及び歩み板は後年撤去された。車内は前述の通りロングシート仕様で、戦時設計が取り入れられたも3556、タイも3560及び区2550系全車については、客用扉は木の側窓のうち1枚分折りつ、席スペースとし、収容力を増加させている。 車内照明は白熱灯式で1両あたり6機設置された。も3550またが、後年制御車代用から正式に制御電動車へ、伝送された際に採用された、主要機器は、東洋電気製造 ES-516、主制御機と、東洋電気製造 TDK-550 系、直流直巻電動機である。制御装置は、 電動車化改造当時の最新型車両であった3800系において採用された機種と同一であり、また ESK 電動化無軸式関節自動制御機は、名鉄においてはも800型における採用を、軽機として A 社に属する多数の形式に採用された標準機種でもあった。また、TDK-550 系手電動機の採用はも3500系の使用を踏襲したもので、 駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は3.21である。台車は、日本車両製造製の傾向組み立て形吊り合い、両式台車を採用、も3551台も3555が D16 を、も3556台も3560及び、区2550軽前車が D18 をそれぞれ装着して落成した。 高年区2551区2555の D18 台車とも3551台も3555の D16 台車を相互に振り替え、より自長の思いも3550系の台車を、心皿許容荷重の大きい D18 台車で統一した。D16、D18 とも固定軸間距離は 2250mm、車輪径は 910mm である。 制度装置は A 弁を使用した AMA、ACA 自動空気ブレーキを常用制度として採用、手用制度を併設する。前日の通り、も千3550型は、電装品が調達できなかったことから落成が遅れ、区2550型のみが先行して落成した。戦中の区2550型は、電気機関車に牽引される形態で沿線の 軍需工場への降院輸送列車、丸山列車と称された運用に充当されたと伝わり、また、終戦直後の混乱期においては空2550、軽および未認可、未電装状態のも3550型が同じく、電気機関車に牽引される形態で、常名目線におけ運用に充当されたことが、記録されている。1947年。 昭和22年9月にも3550系3551から3560が未伝送状態で入籍し、同年11月には伝送品を装備して、正式に制御電動車となった。当初は両側の運転室に運転機器を整備して、両運転台仕様で進行したが、1961年、昭和36年に新岐阜、犬山、 側ワツマメの運転台を撤去し変運転台仕様となり、以降は区2550型と、末尾道番号同士の固定編成を蘇生した。ただし、もう3550型が、全10両在籍するのに対して、区2550型は区2551区2561の11両が在籍するため、余剰となった区2561はもう3500、 計3505と編成を蘇生した。また、変運転台加改造後のも3550型は、施行内容の際から、運転機器のみを撤去して運転室及び、乗務員扉をそのまま損置したもの、も551ほか、運転室は損置する一方、乗務員扉を埋め込み撤去し、乗務員扉後に、縦長形状の側窓を新設したもの、も3556ほか、 運転室及び乗務員扉を完全に撤去、客室化し、区2550型と同一の外観改造されたものも3558他の3種類の形態に区分される。また、名鉄の直流線5 0 0 v 電化路線に在籍する自動加速制御車、すなわちエール車各形式の使用を危機統一化に伴い、1961年、 昭和36年から1962年、昭和37年にかけても3550系の制御装置を東洋機製造 ES-516 から同 ES-568AA 全車とも換装した。また、同時期には TDK-550 系種、電動機の改修工事も施行され、改修後は型番が TDK-528、 14ナノメートルと改められた。さらに1960年代半ば頃にも3558区2554区2555区2558区2560の5両を対象に運転台位置のかさ上げ、高運転台構造化が施行され、前面窓が小型化されたほか、 全面の窓上下に存在した補強体、ウィンドウシルヘッダーが構え体内部へ埋め込まれ、外観に変化が生じた。その後、本系列全車を対象に、車内照明の蛍光灯か、車体塗装のダークグリーン1色塗りからスカーレット1、色塗りへの変更、全消灯のシールドビーム化などが順次施行された。本系列と同じく3、 扉構造で落成したも3500型については1951年、昭和26年に中央扉を埋め込み撤去してに、扉構造へ改造されたが、本系列はそのような改造を施行されることなく、3扉構造のまま継続運用された。当時に、扉構造が車両設計の標準仕様であった名鉄においては戦後増加の一途をたどった。 輸送量に対応可能な3、扉ロングシート仕様の本系列は、重宝され、ラッシュピーク時の運用へ、優先的に充当するため他の AL 車格、形式とは別立てで運用が組まれていた。しかし、本系列は、太平洋戦争の最中に、戦時設計によって、設計、製造された、蘇生車両であったため、経年の割に、各部の劣化の進行が著しく、また、 た形式において施行された、客用扉下部の内蔵ステップサットそれに伴う、大枠補強など改良工事も未施行であり、さらに3、扉構造が災いして、中央扉付近の大枠に経年による、追加変形が生じつつあったことから、早期の代替対象となった。編成相手であったも3500系3500号の、両運転台下改造。 も800が大の編入に伴って、余剰となったく2561が1981年、昭和56年9月7日付で除籍された後、6500系の増備に伴って3555編成、3558編成、3559編成の計算編成6両が1984年、昭和59年4月1日付で、 も3553区2553が同年8月2日付で、それぞれ除籍され、本格的に淘汰が開始された。残る6編成12両についても1986年、昭和61年以降順次廃車が進行し、最後まで残存した3552編成が1988年、昭和63年2月20日付で除籍され、 本系列は全敗となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。